今日はこちら、朝日新聞のは一面に載っておりますけれども、ホ、はい、キトラ今日から特別展という、これご存知奈良県飛鳥村のキトラ古墳、はいえー、こちらのです、ね、壁にまあいろんなもんの、いろんなものというか、はい、スザクとかピアノぴゃのがこう壁画としてあるとこですよね。これがあの初めてらしいですね。 飛鳥村から出て展示されるのが、はい、あ今回その展示があるということなんですね。うん、そういうことだし、東京・上野の東京国立博物館で、はいえー、これがあのキトラの特別展があると、はい、やっぱり新聞に書いてある、損害で初めて公開されると、うん、今私はこれ、ね、東京の下、いいですね、私、わざわざ飛鳥村まで行きましたですよ。はい、はい、ね あの見てまいりましたですけども今回は東京でということで安倍さんも見に行ってます展示されるのは十二、うんえー、子像のうちの根と牛ということらしいですけれども全部もまだね見せてもらえますん、はいはい、あとはそのさっき言ってた朱雀ッコ・玄武といったものも展示されるみたいですね、うんはい、ねえまあこういうのからあの日本の古代は一体どういう だったんだろうかなと。だいたいまあ今古代と言いましたが、7世紀末から8世紀の初め頃に作られたんではないだろうかなということで、つむぎ様じゃあ飛鳥村に見に行ったんです。うん、あ、行きましたです<ー>でまあ今改めて他の資料なんか読んでおりますとですね、うん、あのこれはだからけん 党氏が日本に帰国する前の7世紀から8世紀頃に作られた古墳であるということですから、はい、非常にあ,の,あの,党の影響はあまり色濃くは出ていませんというような、はい、あのことがありますね。はい、とやっぱりそうすると朝鮮の影響を 多く受けているであろうともちろん、ね、朝鮮も中国も文化、ずっとこうね、つながってはいますので、共通点はあるのかもしれませんけれども。うん、で、同じ時期に同じようなものが朝鮮半島の方でこうで見つかったりもしていますけれども、でも、よく調べてみると、日本独自のものもそこには描かれていたりと、うん、まあいうことでありましてね、えー、これがいつも言われることが、本当にあの発掘した時に、 空気がバーンと入ります。今まで密閉状態だった。そうするとカビの発生とかいうのは高松塚古墳でもそういうですよね。いろいろねカビが生えちゃって修正がっていうのはあの一時期ニュースになったりもしましたよね。ですから高松塚古墳なんかももう別のところで空調の効いたところで持ってバーンとこういう風に。うちよりも快適な。それそうだわ。羨ましい。敵艦が羨ましいと思いながら見てきましたですよ。はい。ということでまああの。 詩人というのが書か詩人はさっき小田さんが言ったね朱雀、はい、白子玄武とかね、はいうん、そういったものが描かれているというのがまあ特徴であります。うんうん、前にもお話しいたしましたけれども詩人4つの神様方向によってということですもんね、はい、だから朱雀王子というような言葉も今もありますでしょ京都にもありますし、はい、奈良にもあると思いますし、はい、いっぺんは皆さん聞いたことあると思いますけどもあれも都の中の南北のメインストリート。 がスザという名前が付けられておりますね、はい、落語なんか聞いておりますと桃川というお話でございますという時にこれが出てくるんです、うん、どうなんですか、はい みんながこう、町内の若い者がわーわー飲んでおりまして、うん、ええー、そこに、ええー、そこの料亭に、木兵さん、あもうん、えー、っと、百米さんいう人が来て、はい、今日から就職をするというんですけども、みんな、中井さんたちがザンバラ神で、神井さんが来て、全部いっぺんにほどいてしまったんで、お座敷に出る者がいない。うんうん、ああの、百衛さん、お前さんね、今日、あれだから、ちょっとなんかお、お手がなるから、お座敷の方にちょっと、ご用意して、 教授を聞いいいてておくださいということで、百名さんが行くわけでございます、うん、で、えー、私は詩人権のことにつきましてやって参りましたわけでございます、ご一等さんご相談の上ということでいう、江戸っ子が、何をこの人を言いに来たんやあそうか、これは大変なこと、え、えまあ、どうぞ、こっちらの方へと言って、えらいもてなしわけですよ。うん、で、なんでかというと、まあ、主人のことで今日はやって参りましたがと、 百米さんは言うわけですけども、詩人権が今につきましてた。これは偉いことだ。お祭りに。 この、玄武やら、白子やらという四つの神様があると先に剣がついたものがお祭りの時にこれ町内で必ず持ち回りでやらなきゃいけない。うん、これを俺は質屋に入れて曲げてしまったんだよ。えー、それを出さずにいて、主人剣のことをどうなのか。偉いことだから、もうとにかく言主人の剣の。主人の,主人の剣の剣だったんだけど,だけどっていうの主人剣というのが江戸の祭りではよく使われるわけでございまして、玄武、白子とか言う。 そこで覚えたそこで覚えた覚えたはいで向こうは剣がついてるから詩人に剣がついているだからこういうような歴史伝統みたいなものはね古代からずっと日本の中にあったかなということでありまして、うん、それが初めて えーこのうーん飛鳥村から出まして今度は東京の人の目に触れることになるということで、はい、まあ東京の人もこの機会にえ古代の日本のありさまとかねあこれはここの影響があるなとかこの当時はこんな着物を ね、宮中では着ていたに違いないだろうとそうそうそう。そうやってでもほら、私、毎回言いますけど、うん、そうやってあのこういう壁画が出てきたときに、うん、あのその時の女性のなんかこう絵みたいなのがあったりとか、書かれてて、うん、当時はこういう服装をしていたということが分かるとかって言うけど。うん あれでもあれですよ、うん、あの今現代でいうところの、ちょっとセーラームーンの落書きしてみたみたいな話やったら、うん、どうします<あ>それが未来に見つかって、はい、この時代の人たちはみんなこういう格好をしていたのだって、違ったらどうするんだと思うんですけど、セーラームーンまで出さんでも、はい、パリコレのやつ、ええー、ねえと思うけど、こんなもう町内来て歩けへんやろうというようなものも、あそこにステージに出てまいりますよね <laughs>、はい、顔より大きいひし形の帽子とかね、ありますもんね。それが 当時の人はこういう格好で町内を歩いていたのかそうそうと思われても困りませんわな。んではい、ということは、ここに書かれている高松塚古墳やこういうところに書かれている人物はひょっとしたら架空のことがかわ、はい、<laughs> かりません、んせんそんなことは研究者がいろいろ調べて言ってるってことは口を挟むことではありませんので、で心では思っても決して口に出してはなりません。言 <laughs> 言ってる言っててるる